プロサッカー選手の小池純喜です。サガン鳥栖の森田選手よりバトンリレーを受け取りました。私は明日パートナーズの活動を応援しています。明日パートナーズは障害者の方がいるご家族のための親泣き跡相談室です。恥ずかしながら知らなかったのですが、今回明日パートナーズさんと知り合わせていただいて、このような社会課題があるということを知りました。個人的なお話になるんですけど、今年から日本 CP サッカー協会の理事もやらせていただくことになって、これまで児童養護施設の子どもたちとの関わりというものはあったんですけど、障害を持たれている方との接点もこれからすごく増えてくると思うので、そういった中でサッカーを通して一緒にですね、盛り上げていったりとか、楽しいことを見つけながら活動していきたいなとは思っています。娘さんと遊ぶときに一番楽しい遊びは何ですか？何ですかね。一緒に公園行ったりもするんですけど、家で観葉植物とか、育ててるんですけど、一緒にその植物に水をあげたりするのが結構、水やりですね、結構楽しいなと思ってます。次のバトンは同じチームメイトでもあり、フコネクトの活動も一緒にしている梶川亮太選手にリレーバトンリレー渡したいと思います。梶川選手に質問です。練習のないオフの日に必ずやることがあったら教えてください。